ええ、そうです。あなた元カノですよね。残念でした。私は今の彼女ですから。え？つまり今は和也くんは私のものってことで。ちょ、ルカちゃん何を？大体あんたがこの仕事に関わってるなんて知らなかった。こっちは土下座で頼まれて、いやいや手伝ってんのよ。そもそもなんで他の子とイチャイチャしてるのよ。私とのデートは楽しくないわけ。アギくんは私の許嫁だよね。え、もしかしてそれで今日俺を。どうしたのだ、どこか怪我でもしておるのか。ありがとうございます、助けてくれて。さぞ怖い目にあったのだろう。もう大丈夫だ。こんなところにいた。聞いてよアーク、有力な情報を手に入れ。そういえばシュウ君、帰ってきた時女の匂いがしてた。あの時はごまかされたけど。本当は泥棒猫ってどこにでも湧くよね。そんなに不安だったら。あなた何か勘違いしてません？元カノだからって余裕ぶって、初カノだからって和也くんの思い出の人的な。可愛い女の子なら誰でもいやらしい目で見るから、ふらふらしてるように見えるけど。気にしない気にしない。いやそれは。何なのよアルタのやつ、夜も眠れないほど心配したってのに。ゴールドフィールド君、授業中にそういうことは。グッド先生、今すぐ止め。おお、アリアン殿。あら、その人はどなたかしら。うん、悪党に襲われていてな。悪っていつもそんな揉め事に首を突っ込むの？あれ、ちょっと待って、つまり天野さんは俺が瀬川さんとデートしてるところを目撃して嫉妬したってこと？あなたへの未練なんてこれっぽっちもないんですから。大体何なんですか、もう終わった元彼のバイト先まで押しかけてきて。あなたこそ未練タラタラなんじゃないですか。ちょっとルカちゃん、なんてこと。でも残念でした。って何やってんですかあなたたち。あのですね、俺身内で喧嘩させるために力を与えたわけじゃないんですけど。だってスカイマを体に乗せてる連中なんて何人もいるじゃないか。アルトだけ差別するのかい、オーブー。スカイマと共にアレが学校の理念の一つなんだろ。でも繋いで外に出さないようにしとけばいいじゃない。は？カズヤ君はもうすっかり私の虜ですし、もうエッチもしてますし。え？いやしてない。してないしてない。この間だってお泊まりで、それはそれは熱い夜を過ごして、ルカ好きだよ愛してるよって何度も何度もそればっかり言うんですか？撃っちゃいますか？あんなのいちいち相手にするな。なら今ここに約束の証を。とにかくあなたはもう終わった人です。和也くんの周りちょろちょろするのやめてもらっていいですか。ごめん、私そんなつもりじゃなかったんだけど。って何？だから俺のことが好きってこと。はあ、アホじゃん。っていうかバカでしょ、バカ。届く範囲ならばな。見たところ大きな怪我もなさそうね。早く帰った方がいいわ。そんな、せめてお礼を。それって合鍵は？合鍵、シュウ君の部屋の。そんなのなくても壁抜けて入れるでしょう。君、本当の彼女いたんだね。でもだったらなんでレンタル彼女なんか。お
では資料集を開いて。ガタン、ほんと勘弁してくださいよ。負けてんじゃないわよ。そりゃアルトが進級できるの嬉しいけど。そうじゃん、ムカついたんでしょ。それが嫉妬だよ。はあはあ、俺だって瀬川さんが他の男とデートしてたら気づかなくてごめん。違う違う。でも俺には。違うの。いいから帰りなさい、ね、はい。あの娘ずいぶん怯えていたな。いや、まあそれは私の度量の広さっていうか、繊細としての器っていうか。マミちゃん言ったでしょ、あれはただの社会勉強で。そっか。ああアルト、またお前さんの濃いやつ注いでおくれよ。ちょっと何してんだよ。リリア・クーデルフェイト、廊下に立ってなさい。好きじゃない、まだ。まだ、帰る。そういうんじゃないの、そういうんじゃないの。私帰るね。お金置いとく。あ、ちょ